それでは浅波選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。本当勝ってよかったなって思ってます。ありがとうございます。今こちら絆創膏を止められてますが、1ラウンド早々にそのバッティングでカットされた時のあの時の気持ち、感想など教えていただけますか。私的にはそんなに切れてると思ってなくて、なんかよくすごい血が出るなと思ったぐらいで、はい、そんな感じです。じゃあ試合中はご自身的にはあまり気にならず、気にせずに進められたというところでしょうか。はい、このカットで視野が狭くなったとか見えづらくなったっていうことはなかったんで、なんかすごい血が出るなってずっと思いながらやってました。それで止められてしまうとか、そこを狙われてしまうとか、そういったことを考えたり、なんかこう思ったりしなかったんでしょうか。試合中に、相手選手がこのカットしたところを当ててるなっていうのは思って、ちょっと嫌だなとは思ったんですけど、逆に3ラウンド目最後テイクダウンに行く前にカットでこのカットを見るのに止まった時に本当テイクダウンに行く絵が見えたので良かったなと思います。ありがとうございます。また判定結果を聞いた瞬間かなりこう感情をあらわにしてたと思うんですが、あの時の気持ちを教えてください。今回もいけなくてやっちゃったなってちょっと思ってたんですけど、本当こっちに3つついてたんで本当嬉しかったです。それはちょっとご自身では自信がなかったところがあったというところですか。そうですね、絶対的な何かがあったわけではないので、最後テイクダウン取ったのもどう評価してくれてるか分からなかったんで、本当勝ててよかったです。ありがとうございます。あとどうしても気になったのがラーラ選手との身長差、公開計量の時でも、身長差13センチでリーチは15センチも差があったんですが、その戦う印象としては、どうですか。実際に拳を交えて、私の攻撃は多分結構入っていかないと当たらないし、ラーラ選手も私が入ってくるのをずっと狙ってて、そのせいで行くに行けないってなってたんですけど、今までの反省も含めてそれで焦って行ってしまうと、向こうの思うツボになってしまうっていうのはもう分かってたので、あんまり気にせずにやってました。試合のフェイス2フェイスの時、試合前のですねの時も大きいなと思ったんですけど、それは口にせずに、あんまり気にしないことにしてました。ありがとうございます。それでは今回、勝利しました。今後の展望目標を教えていただけますでしょうか。今後のことは今そんな考えてなかったんですけど、やっぱり今日勝てたっていうことはを自信にして、もっとライジンにいる強い選手たちと試合をしていきたいと思います。わかりました。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、では順番にお呼びしますのでお待ちください。めいめいプラネットの高島です。行けなかったっていう言葉がありましたけど、行かなくてよかったんじゃないかと思うんですか、そのあたりは。この前に無理から前に自分から攻める必要は別に相手になくて、ちゃんと前蹴りとか決めてたんで、全然思い通りの試合だと思ってたんですけど。そうですね、イメージ的にはもっと打撃が当たるし、もっと攻めれるかなとは思ってたんですけど、思った以上に距離があったんでちょっと焦ったんですけど、結果的には良かったです。あと打ち終わりに前蹴りが何度も入ってたし、いけると思ったんで、良かったと思います。最後のラウンドの、ボディーロックからの小外で倒したシーンは、あれはブレイクがあったからやったのか、最初から残り少なくなったら最後はやろうと思ってたのか、どちらだったんですか。カットのブレイクがあったからひらめいたテイクダウンです。ありがとうございます。スポーツライターの瀬と言いますけど、お疲れ様でした。
右目の上の方7針塗ったって聞いたんですけども、過去7針もしくはそれ以上塗ったってことありますか？初めてですか？カットしたの初めてです。はい。じゃあかなり焦りはあったんじゃないですか？いや本当試合中は自分でこんなに切れてると気づいてなかったので焦りはなかったです。インターバル中セコンドからどんな指示出てたんですか？カットした後。カットしたことにはそんなに何も言われなかったですね。もうやっぱ後半は行かないとだよって、行けるから大丈夫って言われて行きますって言ってたんですけど、はい。そこはこれからの課題になりますか？そうですね、もうちょっと試合展開を、まあ、自分で作っていけるようにしていきたいなとは思ってます。ありがとうございます。お願いします。はい、お疲れ様でした。じゃあ最初はもうテイクダウンはとか寝技の展開はもう捨てていく感じだったんですか、最初の作戦としては？はい、相手選手がもっと寝技に来ると思っていたので、まあ、最初は付き合わない、でもタイミングでテイクダウンは行くって決めてて、まあ、そのタイミングで行くっていうのが本当3ラウンド目の最後にひらめいてできたのでよかったなと思います。こう最後攻めているときにこうライジンの判定基準だったらこれでいけるんじゃないかみたいな確信はありましたか？いや、なかったですね。で、でも全体として、例えばどうでしょう、3ラウンドの途中まで、ララ選手は自分の方が勝っていたっていうふうに言ってたんですけども、そこまで完全に支配されている感覚っていうのはどうでしたか？そうですね、支配されているイメージはなかったんですけど、やっぱ向こうの攻撃の方がもらっている印象が多分強いなと思ったので、うん、最後いかないとと思って、まあ、ちょっと焦りはありました。これから、北岡選手からなんか試合後言葉はありましたか？あ、すみません、セコンド の北岡選手からは何か試合後に言葉ありましたか？やっぱり勝つと嬉しいねって喜んでました。まあ、ご本人も試合前の中でセコンドをついてくれたことにはどんな気持ちが？そうですね、まあ、ずっとここ数年北岡さんとのところで作ってきたので、本当なんかわざわざ名古屋まで来てもらって、まあ、勝ってつなげられてよかったなと思います。ありがとうございます。